それでは関空の方の動作の解説を行います。はい、始めます。そう、関空よう1、そのまま大きく、極真のですね、シンボルになる動作です。この状態から大きく、回しながら上で手を合わせます。で、手と手の間から空を見るということから関空というですね、名前がついています。でこの状態から頭の中で3つ数えてから開きます。1、2、3で開きます。手を合わせます。これは相手がついてくる突きを手刀で挟むようにして受ける、そういう動作の意味があります。えい、手刀受け、3、4、ここで三鎮立ちになって中段受け逆突きを行います。チー、またここで三鎮立ちのまま受けて突き、6、後屈立ちの手刀受け、6、7、8、ピンアンその2と同じですね。指はこの時きちっとこう合わせるんですね。はい、相手の攻撃を抑えて抜き手で突きます。はい、え、相手の攻撃を上段で受けながら手刀顔面打ち、えい、前蹴りを蹴って、二本突きです。蹴って突くまで手刀の形は変えません。それから突きますね、はい、えい、この手刀の形を変えないまま蹴って、突きます。えい、いいですね。3、はい、結び立ちで脇構えになります。このあと前蹴りと横蹴りを連続して蹴りますが、蹴ったらまた一度結び立ち戻って、次の蹴りに移ります。えっ、はい、肘打ちは相手の段中を打ちます。はい、えっ、はい、そのまま三鎮立ちになって上段受けですね。えっ、はい、で今度は裏剣打ち、肘打ち、上から肘を打ち落としと連続になります。えっ、えっ、うん、よし、えっ、相手を手前に引き倒して肘で打つようなつもりでしっかりと腰を落として打ちます。えい、えい、3、この動作は相手の突きを挟み受けをする、また掴まれた腕をグッと持ち上げて下に、叩き落とすと、そういった意味があります。えい、えっ、3、えっ、この動作の注意ですが、後ろ足に、上げるときに体が後ろに反るほどこう高く上げる人がいますが、そうではありません。前に踏み込むときの訓練のために足を上げていますから、膝が後ろに下がらずに上げて前に出ます。決してこのようにですね、手を高く上げすぎて足が後ろに上がりすぎることのないようにしてください。えっ、えい、はい、牙立ちで中段突き、えっ、えい、えい、えっ、はい、あ、これは同じですね。横蹴りから肘打ちですね。えい、駆け足立ちでもろ手突きに入ります。撃砕傷と同じですね、はい、えい、はい、ピンアンソロコと同じです。最終で受けます。外回し蹴りをして、でそのままの状態から肘打ち、脇構え、もろ手突きに入ります、はい、えい、必ず肘を打った後脇構えを取ってそれからついてください。このままパッとこうごまかさないですね。細かい動作を正確に行ってください。次は飛んで伏せます。えっ、相手の攻撃を飛んでかわす、または上段攻撃を伏せてかわす、両方の意味があります。えい、えっ、えっ、えい、3、続けて、はい、1、2、3、ここまでよろしいですね。回ってこの動作ですね、絵の字立ちになりながら相手の攻撃を外側から払って、そこから牙立ちになりながら抜き手で突きます。これを左右行います。えい、お、
これは相手の突きをですね、手刀で払うのではなくて、こう押し受けをするような感じで持ち込んで、抜き手を2本突きます。あとはこの繰り返しです。えっ、えい、3、4、5、6、7、8、9、そのまま見て分かるように必ず左右に絵の字立ちを取ってから突きますね。必ず絵の字立ちを取ってから突きます。絵の字立ちを取るときに前足がやや内側に絞った状態になるというのが特徴としてあります。必ず絵の字立ちから抜き手に行くということを忘れないでください。はい、最後です。えっ、相手を掴んで投げます。えい、えい、下段突きで決めます。えい、えっ、えい、そのままこの時かかとから頭まで一直線になるようにしますね。猫背になったりしない、背筋を伸ばしたまま一直線になるようにして下段を突きます。はい、直れ、休め。はい、以上で関空の方の動作の解説を終わります。